いらっしゃいませ、秘密酒場へようこそ。店長の大城です。何名様ですか？はい、今日も1名様ですね。やっぱり YouTube って一人で見るよね。ということで、アルバイトにいっぱい入れるのは仕事ができるやつじゃなくてシフトを組み合わせと仲がいいやつだ。よろしくお願いします。スパム、あ、これチューリップポークってね、まあスパムとね同じやつです。缶詰ね、今日これしかないんで、今回は僕のお店でもすごい人気があったスパムカツのご紹介でございます。皆さんハムカツはね食べたことあると思いますけども、なかなかねスパムカツやってるとこは僕がやった10年ぐらい前はなかったです。今はあるかもね。なんで、スパムカツを紹介していきたいと思います。めちゃくちゃ簡単です。めちゃくちゃ悪い味がしてね、すごい酒が進むし、なんか悪いことしてるって気分になりますので、ぜひ、ストレスをたまっときに楽しんでください。それでは作っていく。開けていきます。こういうのね、もうなんか思えない、もうないもんね。これね、子供の時やらしてもらったな。立てて刺して、最初のね一巻き目が大事。ギュッときっちりね巻けばあとは大丈夫。はい、うまく取れました。これね1名さんにプレゼントします。はい、でこれをねだいたい8等分したいんで、ちょんと4分の1を取って、さらに半分、この2枚使ってスパムカツ作っていきます。これも大体です。で、僕からすると固めがおすすめですね。1対1ぐらいで混ぜるといいと思います。まず大さじ小麦粉1と水も2追加で入れていきますよ。1対1でやるとこれぐらいのね硬さになります。スパムっていうか、ポークランチョンミート自体がねかなり下味がついてるんで、生地にもね全然味付けなくて大丈夫です。はい、それではパン粉付けしていきます。普通ね、パン粉漬けするときはね、卵と小麦粉とってやりますが、今回は省略して、ね、いきます。たっぷりつけて、全体に、形がね、100% 崩れないんで、パン粉漬けも超絶簡単です。はい。ちょっとね、サイドとか、ギュッとされても大丈夫。スパムね、ポークランチョンミートか、まあこれもね、4人前ぐらいできるんで、だいたい原価的に言うとね1人前80円ぐらいかな。もうちょっと安いかもしれないな。はい、それではねスパムカツ、僕がお店やってる頃は揚げてましたが、まあ、ご家庭だとね揚げ物するのもいちいち大変かと思いますので、今回は焼いていく感じでいきましょう。スパム自体が、ポークランチョン、どっちでもいいね、がそのままでも食べれるっていうね強さがあるので、焼き目はね
つけば出来上がりですね。なので火加減はそれほど気にしなくてもいいです。めちゃくちゃ強火じゃなければ大丈夫。そしてね、これこの状態にしておくと、先ほどね4人前取れるって言いましたけども、残りねいっぱい食べなかったらこの状態にしてラップをして冷凍しておけばね、保存も効きますので、また上で作ってねお弁当のおかずとかね、おつまみをねいつでも出せるような状態にしておくことも可能です。便利だよね、便利だよね、うん。ポイントはですね、何でもそうですけど、あんまり触りすぎない。ちょっと不安だけどね、こうきっちり焼き目がつくまでは触りすぎないでください。それではどうかな、あ、いい感じの焼き目がつきました。うわ、うん、カリカリですね、カリカリ。反対側もねきっちりカリカリに揚がってるかな。あ、いい感じ。よし、音聞こえるかな、カリカリね。この状態になったら盛り付けしていきます。スパムカツのね添え物に使う玉ねぎのスライスやっていきます。サイズ小ぶりなので、ね、4分の1ぐらいでいいかなと思います。軽く水にさらしておきます。それではね、先ほど水にさらして十分にね水気を切った玉ねぎ、このねスパムカツとね玉ねぎスライスが、ね、非常に合いますので、おすすめのトッピングですね。そしてこれ僕がお店で作る全く同じ盛り付けになっております。うん、そしてジャンク度を足すためにマヨネーズ、そしてケチャップ、仕上げにパパ店長パセリ。はい、それでは出来上がりました。スパムカツです。これはねハムカツを超えるうまさがあるんですね。それでは実食していく、お待たせしました。それではスパムカツ完成。どうですかこのジャンクなビジュアル、いいよね。いただきます。まあね、スパム焼いただけでもうまいんで、このうまいに決まってるんですよね。いただきます。うますぎる、うますぎる、うん、じゃあ裏も食べてみる、うん、じゃあ裏も食べてみる、うん、確かにね、私も食べてみる、いいよ。これは確かにもう酒が進みますね。ありがとう、かっこいいって言ってくれるのはもう娘だけですいません。食べる、よし、ちょっと今下の娘がねもう向こう側からやってきてるので、はい、上の娘も来ました。美味しいみたいですね、最高ですね。まあこれはまあビールも進むし、まあ酒も進むからね。ずれてる。ぜひ、やってみてください。簡単ですね。ハムカツよりもお手軽にねできると思います。やってみてください。美味しいです。この動画が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは閉店いたします。またのご来店お待ちしております。さよなら。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回はね、スパムと言ってましたが、チューリップポークを使ってました。この2つは沖縄ではね、両方とも、ポークと言い方します。
まあ、どっちがいいのか、スパムかチューリップポークがいいのか、ね、沖縄ではね派閥がありますが、皆さんはどちらが好きでしょうか。もしね食べ比べるタイミングがあれば、ないな、沖縄県民がいないな、あればぜひ試してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。またのご来店をお待ちしております。